はい、そしてここまで来ました。そして今度は受け取らないを選びます。これはあの夜光石の王玉ですね。受け取らない。これは菅くんが持ってて、受け取った場合はエンド4に行きましたね。私は受け取らない。これ以上菅くんが犠牲になるのは嫌だ。この森は私を呼んでる。だから菅くんが犠牲になる必要なんてないよ。ねえ菅くん、誰もいなくなったあの資料館で何年も何年も住んでいたのはどうして？私の正体をした途端に追い出そうとしたのはどうして？でも私が死んだ両親のことを知りたいと言ったら置いてくれたのはどうして？菅くんはずっとずっとあの約束を守ろうとしてくれてたんだよね。私のために。違うかな。でももしそうだったら、お願いだからやめてよ。もうあの約束はなかったことにして。私だって菅くんを守りたい。だからその石は菅くんが持っていて。わかった。僕が石を持っておく。でも僕が石を持って向こうへ行ってる間、君はここにいて。必ず戻ってくるから。わかった。私はその間に助けを呼んでおくから、無茶だけはしないで。絶対に戻ってきて。約束だからね。菅くん、助けて。誰か誰か誰か。私たちはここにいるんです。出れないんです。誰か危ない目に遭っています。誰か見つけてください。お姉さん、ここにいるの？お姉さん、やっぱりここだったんだ。佐久間ちゃん、おい、大丈夫か？望月巡査も、ああよかった、お願いです。ここから助けてください。わかった、少し待ってろ。今登れるものを持ってくるから。よかった、これでここから出られる。でも菅くんはまだ。来た。菅くん、ああよかった、無事だった。あのね、佐久間ちゃんと望月巡査が私たちがここにいることに気がついてくれたよ。もう大丈夫だね。菅くん、お姉さん持ってきたよ。お前たち早くそこから上がるんだ。あれから私たちは無事にあの森の地下から出ることができた。私を見た途端に佐久間ちゃんはワンワンと泣き出し、望月巡査はほっとしたように苦笑いを浮かべていた。菅くんも少しは安心したのか、疲労の色をにじませた表情で困ったように笑っていた。私はというと、張り詰めていた緊張の糸が切れ、その場でぱったりと倒れてしまったことだけを覚えている。何せよあの森から出てこれて本当に良かったと思う。佐久間ちゃんも菅くんも無事だった。私はそれが何よりも嬉しかった。その次の日、私は菅くんと佐久間ちゃんに帰るように強く言われた。小鳥お化けはまだお姉さんを探している。深刻な顔でそう告げる佐久間ちゃんはひどく悲しげな表情をしていた。でも私は少しだけ言い及んだ。なぜなら私には気がかりがあったからだ。言い及んだな。もちろんそれは菅くんのことだった。過去のすべてを思い出した私にとって、菅くんとの約束はとても大切なものだった。彼だけを犠牲にして苦しませるわけにはいかない。そう思うと私はどうしても素直に帰るという判断ができないでいた。そんな私に菅くんは少しだけ微笑んでそっとメモを書いてくれた。森が落ち着いたらまた戻ってきたらいい。その時は連絡するから。彼の綺麗な字で書かれたその言葉はどこまでも真に見えた。最後の最後に読めないと。真なんだろうねこれね。本当にと私が問うと、彼は何度もコクコクとうなずくものだから、私をその話を飲むしかなくなった。
そして私は一度帰ることを決めたのである。おう、じゃあ一度家に帰ってくるね。本当は菅君だけがしんどいじゃないかって思うと辛いけど。分かったよ、佐久間ちゃんもああ言ってていたし。でも落ち着いたら絶対に連絡してね。私まだきちんとお礼もできてないし。本当にありがとう菅君、私あの約束を思い出せてよかった。じゃあ行くね、もうすぐ電車が来る時間のはずだから。菅君？あの時菅君が持ってた夜行石。え、待って、何？待って、待ってよ菅君。ねえ待って、待ってよ菅君、私もう忘れたくなんか。電車の音が聞こえる。不思議に思った私は目を覚ました。するとなぜか本当に電車に乗っていて、私は心底驚いてしまった。見知らぬ電車は見知らぬ場所をただただ走っている。おかしい、私はこんな電車に乗った覚えはない。そもそもどうして電車に乗っているのだろう。記憶を探るが何も覚えていなかった。とにかく私は切符点検に回る車掌さんに、この電車は自分の家がある駅に止まるのかを聞いた。するとこの電車は私の住む町から随分遠くの線を走っているらしく、何度か乗り換えをしないといけないようだった。ますます訳がわからなくて私の頭がひねる。だけども結局何も思い出せなかった。ああとにかく帰らなければ、家に帰ったらとりあえず寝てしまおう。明日は両親のお墓参りにも行かなくてはいけない。毎日のように墓参りをしていたはずなのに、どうしてかしばらく行ってない気がした。私はこの非日常な出来事から逃げるべく、取り留めないことばかり考えながら、乗り換えの駅に着くまで流れる景色を眺め続けた。まるで何か大切なものがすっぽり抜け落ちてしまっているようだ。決して忘れてはならない何かがあった気がする。私はどこでそれをなくしてしまったのだろう。気がつけば私の頬は涙で濡れていた。まあ最後読めない字があったんですけどね、それが私は心残りです。それでは最後のエンディング1を、これ一番のエンディングじゃないでしょうかね。消えた約束、菅くんが見えなくなっています。はい、ということで夜行石の宝玉と棺桶のイベントは済みました。棺桶を置きますね。宝玉を前は持っていない状態だったんですね。持ってる状態で棺桶を置きますと。さすればどうなるのでありましょうか。今の音、もしかして外の夜行石が割れたんじゃ。菅くん、菅くん戻って。菅くん、大丈夫。お母さん、お母さん、お母さん。
やっと会えたね、お母さん。坊や、私の坊や。エンドスリーと一緒ですね。これで浄化かされるんわでいす。い、かわいい、かわいい、かわいい、わたかわいい、かわいい、わたかわいい、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 かわいい
ああ、坊や、坊や、私の坊や、かわいい、かわいい、私の坊や、やっと、やっと、やっと。で、この親子は、トゥルエンドですね、この親子は。やっと見つけた私の坊や。苦しかったでしょう、つらかったでしょう、ごめんなさい、ごめんなさいね。お母さん、大好きなお母さん、一緒に帰ろうね、これからずっと一緒だよ。会えたんだね、お母さんに、子供に。今のうちに行こう、きっと小鳥お化けはもう大丈夫だよ。行かせない、行かせない、行かせない、行かせない。お母さん、お母さん、お母さん、僕たちのお母さんなのに。どこにも行かせない。だって僕たちを殺したのはお母さんでしょ。そんな、ダメ。菅くん、刀が。菅くん、もう危ないよ。君の持っているその石がきっと大事な人を守ってくれるよ。その石を僕にちょうだい。ありがとう、ありがとう。全部全部もう大丈夫。この親子以外のこの霊たちもそうですね、いたんですよね。全部全部もう大丈夫。大事な人はみんな守ったよ。君の作ったこの石はきっと君自身だから。だからね、君はもう許されたんだよ。これでこの二人を脅かす者はいなくなりましたね。消えた。大丈夫だよ。きっとあの子もお母さんもちゃんと一緒にいられるようになったはずだよ。おい、誰もいないか。この声、望月巡査だ。行こう、ここから出られるよ。出られますね。この、どんなに頑張っても噛んでしまうという、この私のね、天井の出口が開かれている。望月巡査、私と菅くんがここにいます。お姉さん。佐久間ちゃん、無事だったんだね。おい、お前たちは大丈夫か。望月巡査、私たちは無事です。お願いです。ここから助けてください。わかった。もう少し待ってろ。今、登れるものを持ってくるから。こう、私の実況スキルもだんだん上がっていけばいいんですけどね。この噛まないで、というね。お姉さん、よかった。本当に。私、ごめんなさい。大丈夫だから泣かないで。望月巡査が私のことを聞いてくれないから助けるのが遅くなったんだからね。私は大丈夫だから先にお姉さんを助けようって言ったのに。それまでお前はずっと気絶していたんだぞ。
これ以上うろうろさせるわけにはいかんだろう。なぜ噛むここで。まあいい、おかげで全員救出できたんだしな。しかしあの森で起こったことはなんだ。俺は未だにさっぱり信じられんのだが、それにまさかあの場所にこの屋敷とつながっているなんて思いもしなかったぞ。あの場所がこの屋敷、この屋敷とか。とにかく今回のことは適当に報告書に書くから、みんな口裏を合わせてくれよ。はい、よし。じゃあ佐久間を家まで連れて帰るよ。また後日調書を取ると思うから、その時は頼む。こんな地方に飛ばされたら嫌ですよね、本当に。佐久間早く行くぞ、親御さんが心底心配して待ってるんだ。早くしなさい、俺も一緒に謝ってやるから。佐久間、言うの忘れてた、お姉さん、あの森もう大丈夫だよ。え？だって気配も声も聞こえない、みんな綺麗に浄化したんだね。もうお姉さんはここに来てもいっそ住んでも大丈夫だよね。あ、そういうことか。いいことだ。うん、菅君、私望月巡査の調書が終わったら家に帰るね。それからこの館のことなんだけど、菅君の好きにしていいよ。私はもう両親のことも記憶も元に戻ったし、佐久間ちゃんが言ってた通り森は浄化されて、小鳥お化けとのあの約束はなくなった。もう菅君がここに縛られる必要はなくなったんだよ。下手な約束の恨みは怖いですからね。たくさん迷惑かけてごめんなさい。菅君の声を元に戻してあげることができなかったけど、ありがとう。菅君の約束はこれで果たされたね。これ声戻るイベントあるのかな。とりあえず今日はもう休もう。明日から相続の書類もどうにかしないといけないし、帰る準備もしなきゃいけないから。菅君？もしかして、もしかもしかのもしかして、しーちゃん、菅君、声が。なーに菅君。うわー、これいいわ、すごいいいわ。なーに、これはいいわ、いい話だ。これはもう完全なトゥルーエンドだ。またメモ。話したいことがたくさんある、うん、いっぱい話せ、俺は応援する。うん、いいことだ。私も話したいことがたくさんあるよ、菅君。いや、いいことだ、これは。これはいいエンディングだ。でもこれだけでも十分いいよ。あ、これだ、うん、そうだね。あー、もうエンディングも全然、もう今までと全然違う。これはもう完全なトゥルーエンドですね。全然違う。もう満足した。もうなんかちょっとしっくりいかなかった、言ってなかったんだけどね。うん、これはもう最後全部もうモヤモヤが取れるエンディングですね。声も戻ったし浄化もされたし、もう二人ハッピーエンドじゃないですか。こんないいことないですよ。うん、そうですね。もともとその約束もね、お互いがお互いを守るために約束して、もうそれにね、それを分かってあげればいいんだけど、まあ、そういうわけにもいかないんでしょうね、相手側も。二人の約束、エンド1、トゥルエンド、完全にやりきりました。はい、ということで霧雨が降る森の実況はこれでおしまいです。いや、いい気分ですね、本当に。いい終わり方すると。なんでね、またいい作品、これいい作品でしたね、最後ね。またこういういい作品を次々発掘できればいいかなと思い、実況もこれから続けていこうと思います。なるべくこうね、ちょこ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 出したいんですけど、どうしても都合がつかなかったり忙しかったりすると出せなかったりもするんでね。まあその時は取り置きしたのを出したいと思います。ということで
カズボーの実況、霧雨が降る森でした。最後までご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。続きが見たい方、気になる方、面白いと思った方は、カズボーはどんどん配信していく予定ですので、パソコンの方はこちらの画面の右上の登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。タブレットやスマートフォンの方はこちらの画面の下にチャンネル登録ボタンというのがございますので、そちらのクリックをよろしくお願いいたします。